中日ドラゴンズの立浪監督がさらなるトレード第4弾についてコメントしておりますのでご紹介していきます。涌井選手、砂田選手、そして加藤選手の獲得に続いてさらに第4弾ということになってきます。立浪監督のトレードのビジョンであったり獲得候補の選手見ていきましょう。中日ドラゴンズは無償トレードで千葉ロッテマリーンズのキャッチャー加藤選手を獲得しています。もともと中日からトレードでロッテに行ってそこからまた帰ってきたような形になりました。過去に立浪監督はキャッチャーが人数的にも2番手が特にいないためもう一人取っておかないといけないなというコメントをされていたんですね。石橋選手が怪我をしていたり、また2番手のキャッチャーがいないので木下選手だけ正捕手ということで2番手をしてなんとか取らないとというコメントの後に加藤選手獲得というニュースが入ったんですね。そうなってくると2番手捕手、これで獲得できてもうキャッチャーの補強も終わりかというふうに思われていたんですね。ただファンからも2番手捕手っていうふうに考えると加藤選手の、バッティングっていう部分はちょっと弱い部分もあって木下選手とレギュラー争いをできるぐらいの実力っていうのはないんじゃないかと、もう少し大型のキャッチャー取ってくるんじゃないかと、そんな声も上がっていたわけですね。そういった背景から1月に入ってから2023年の立浪監督のトレードに関してのコメントを見てみましょう。立浪監督のトレードに関してのコメントです。ドラゴンズのテレビ番組で吉見さんが今後もトレードの予定はありますかということを1月に質問されているんですね。それに対して立浪監督は木下も昨年初めて規定打席に到達しましたが全試合出るっていうことを考えると過酷なポジションですし体力的にも少し厳しい、2番手としてもやっぱりもう一人キャッチャーを獲得したいと昨年から思っていますということで、あくまで加藤選手は3番手であったりバックアップというようなイメージでもう一人木下選手と争えるような、そして木下選手が休むときにはスタメンでバリバリ出れるようなキャッチャーがもう一人欲しいというふうに立浪監督は明言しています。ただトレードはなかなか交換要員などの絡みなどがあるのでどうなるかわからないですがもう一人ぐらいは取りたいと思っていますということで、交換要員とか球団との条件が合えばということにはなると思うんですけれども、立浪監督としてはもう一人なんとか欲しいというイメージはあるんだと思います。そんな中でトレードでの獲得が予想される選手見ていきましょう。中日ドラゴンズが獲得するんじゃないかと最も多く予想されている選手が日本ハムファイターズの清水選手です。これは背景としては日本ハムファイターズの球団代表もさらなるトレードの可能性っていうところを示唆していますし、特に中継ぎが不足しているっていうところは明白なんですね。そしてファイターズは人的保障で田中正義投手取りましたけれども、田中投手はいきなりバリバリ活躍できるかっていうのは完全に未知数な状態で、やっぱり中継ぎ選手の補強っていうのは間違いなく必要なんですね。そうなってくるとこのトレードの可能性の示唆っていうところが中日とのトレードである可能性っていうのも今後出てくるんだと思います。そして2022年清水選手は30試合の出場で打率1割9分という成績になっていますけれども、通算では450試合出ていて2割1分6厘でホームランも20本打っています。 OPS も 0.6 近くあって、ただ盗塁阻止率は少し低いというところが課題ではあるんですけど、打撃型のキャッチャーとして期待されていました。栗山監督の下で100試合ほど出場するシーズンも多かったんですけれども、新庄監督に代わってから出場機会が激減していて、伏見選手も取りました、アリエル・マルチネス選手も取りましたというところで、今後の出場機会も少しずつ減っていってしまうことが予想されていて、清水選手が中日にトレードで獲得されるんじゃないかという声は結構上がっています。続いて候補の選手もう一人見てみましょう。中日ドラゴンズがトレードで獲得すると噂されるもう一人の選手が広島東洋カープの磯村選手、30歳です。2022年は43試合の出場で2割3分7厘のホームランが3本、OPS も 0.65 にありまして、阻止率2割6分1厘。そして通算でも2割2分9厘の11本、OPS 0.636 ということで、阻止率に関しましては清水選手と同様、2割台前半ということになっているんですけれども、OPS が 0.6 中盤ぐらいあるので、かなりバッティングでは期待できる選手です。背景としては、坂倉選手が捕手に専念するということで、2023年以降出場機会がもっと減っていってしまうんじゃないかというふうに予想されているんですね。ただ清水選手と比較すると同一リーグ内でのトレードということになりますから、カープとしてもかなりリスク高いですね。情報が漏れるとか、そういったリスクもありますから、可能性としては少し低めなのかなというふうには思っています。ただ中日ドラゴンズに在籍しているあの選手が2番手捕手に名乗りを上げるというところで、チーム内からの選出というところもあると思います。こちら見てみましょう。
中日ドラゴンズの石橋選手が、怪我をしている手術で、開幕厳しいんじゃないかというところで2番手押しの獲得っていうところが立浪監督の口から出てきたという話もあるんですけれども、怪我からしっかりと回復中という報道がありました。昨年11月に右肘と左膝のクリーニング手術を受けた中日の石橋が14日中日屋内練習場で術後初となる T 打撃を行った。一球一球感覚を確かめるように計30球を打ち込んだ。久しぶりにボールを打ちましたが問題なくスイングできてよかったです。徐々にスイングの強度を上げていければと思いますと振り返っていたということで、こういった報道が中日スポーツさんから出ています。石橋選手がこうやって順調に回復していくというような状況であれば、シーズン序盤は例えば木下選手と加藤選手と2人体制になっていて、そこから石橋選手が合流するという感じで2番手捕手を出血覚悟でわざわざ獲得しなくてもいいんじゃないかというようなことも考えられます。それでは立浪監督の石橋選手への高い評価見てみましょう。立浪監督の石橋選手への評価です。2020年の春の時点の立浪監督のコメントです。長い目で見たときに正捕手は石橋になるんじゃないかと思います。キャッチャーの雰囲気を持っていますし体もしっかりしていますと。まだまだ勉強しなければいけない部分はたくさんありますけれども打てるキャッチャーになると思いますと。2020年春の時点でこういったコメントをしておりまして、3年前ぐらいの立浪監督のはもう石橋選手をかなり高く評価しているので、石橋選手の将来的な成功というところは十分あると思います。そして2020年の立浪監督なんですけど、神宮で2試合連続完封勝利は奇跡的なぐらいのね、石橋も非常にいい経験ができましたし、何かあった時にスタメンで使える、あの経験は大きいし本人にも大事にしてもらいたいと思いますということで、スタメンで使えるというコメントがありますから、怪我が治れば2番手捕手っていうところも見えてくると思います。石橋選手が2軍でどれぐらい打っているのか見てみたいと思います。石橋選手の2軍での打撃成績を見ていきます。2020年、53試合の出場で2割9分4厘、ホームランが3本、出塁率3割4分2厘、 OPS が 0.817。 そして2021年99試合、2割1分8厘ながらホームラン5本打って出塁率3割3厘、 OPS が 0.774 と高い数字を残しています。そして2022年、36試合の出場で2割6分9厘、ホームランが5本、出塁率3割6分1厘、 OPS 0.745 という数値が残っています。一軍では2022年打率1割7分9厘だったんですけれども、ファームでは打てるキャッチャーになれるんじゃないかという期待感のあるかなりいい成績を残すことができています。2番手押しのトレードっていう話もあるんですけれども、2番手ぐらいのキャッチャーを取るとなると、中日ドラゴンズもかなりいい選手を放出しなければいけないということになります。なので、開幕からしばらくは加藤選手と木下選手でキャッチャーを補って、そこから石橋捕手が復帰したら1軍に合流するとか、そういった流れでトレードで新たに出血をしてまでキャッチャーを取らないっていう選択肢も一つあるのかなというふうには思います。以上です。